The Samurai Ken's Channel。 こんにちは、サムライケンです。今回の動画はですね、ベーストラックの作成、そしてピアノロールの基本的な操作の方法ですね、それに関する動画です。でピアノロールって何でしょうかというとですね、これはまあこれから詳しく説明しますが、これから DTM をやっていこうと考えている方はですね、ぜひ覚えておいた方がいい操作ですね。やはり DTM には編集作業というのがつきものですから、その編集作業はやはりピアノロールでやるのがまあ普通ですよね。ですからぜひこのピアノロールの操作方法も含めて今回の動画頑張ってご覧になってください。ではどうぞ。ベーストラックの作成から始めます。これをご覧になってください。ここタップをしてこのベースの楽器を出しますね。そしてこのベースの種類をここから選べます。こういうふうにですね、まあ、エレキベース、シンセベース、そして、ウッドベースと、まあ、アップライトベースですね、これだけあります。この中から今回私はこの曲にしっくりくるのがこのリバプールだったんで、これを選びました。ではまあ最初にですね、まあ、コードをもとにベースパートを作っていくんですが、このコードによって録音していく方法には2つあります。一つがオートプレイを使って録音入力していく方法ですね。そしてもう一つがこういうところに今弦がありますよね。ここをタップして自分の好きなリズムで音を入力していく方法です。でこれオートプレイで入力する、なんか簡単そうですけどね、これですね。そうするとこういうふうにね、まあ、オートでリズムを刻んで入力してくれるんですが、実はちょっと難しいんですね、これ。皆さんもですね、一度はやってみるといいですが、一小節に2拍ずつのコードならいいです。例えば、B フラットと F とかね、2つしかコードがないっていうならまだいいですが、途中で2拍と1拍1拍、つまり、例えば E フラット、B フラット、そして A 分の B フラットとかね、そういう風になってしまうとですね、オートプレイだととてもやりにくいんですね。そこで今回私はですね、この画面でオートプレイじゃなくて、ここオフにしてください。そう、こういう弦を出して、ここをこういう風にタップして録音入力していく方法を選びます。そしてその方法だけの説明になります。この、まあ、弦4つありますね。これはコードを構成する音の並びなんですが、例えば一番下がそのコードのルート音、つまり根音ですね。例えばこの B フラットなら B フラット、 C のフラットとは限らないんですね。何が出てくるか分かりません。したがって出たとこ勝負なんで、いろいろ叩いていくしかないですね。でまあ後で直せばいいんですが、その直し方は後で説明するピアノロールを使うと簡単です。でこの上のコードですね、これはもう本当に楽譜の順番通り並べました。でこれは、コードの変更をしていけばいいですね。でもこれは確か入門の何番かでやってますね。まあ一応簡単に言うと、このスパナをタップしてコード編集でやって完了ですよね。コードを変える方法という動画をぜひ見てください。さあではあとはこの左から順番にですね、2小節です。1、2、3、4、1、これ譜面ではですね E フラットになってますが、これ D シャープ同じことですね。
A シャープ、これも B フラットと同じ、B フラットと同じ意味ですね。で、A 分の F。で、G マイナー7、D マイナー7、F サス4、そして F というふうに並んでます。例えば、まあ、この曲はですね、まあ一応、リズムは、ターン、ターン、ターンですかね。ターン、ターン、ターンとかね。こういうふうに、ターン。まあ、何でもいいんですが、こういう風なリズムで演奏していきます。普天四分音符、八分音符、二分音符っていう感じですね。まあ楽譜で言うとこんな感じですね。では今回、入力するのは一部になりますが、イントロが終わってメロディーが始まる5小節目から録音していきます。では、これやっていきますが、実は一つだけ注意として、これ弾いていくときにちょっと音がちっちゃいですよね。で、自分が演奏しているときに、後ろのバックグラウンドのミュージックと、音に負けてしまう場合があるんで、ちょっと音をちょっと多めにしましょうか。こうタップしてコンプレッサーをちょっとかければいいですね。そうすると音が太くなりますので。ですね。あとは音量もちょっと上げましょうか。はい。では、順番に演奏していきます。上で5小節目ですから、ここですね。この、ここ、わかりますね。ここから、録音になります。ターンターンターンですね。いいでしょうか。はい、ということでですね、なかなかこれも難しいと練習が必要ですね。以前にも言いましたように、まあ、テンポが少しくらい早くても遅くてもですね、クオンタイツという機能がありますから、それがオンになってるはずですので、ちょっと見てみましょうか。クオンタイツ。はい、なしになってますね。じゃあこれ入れますね。ストレート。で、まあ、8分の1ですね。はい。はい、そうすると、先ほど自分が打ち込んだ時にも感じましたけど、テンポがずれてましたが、ね、ぴったりですね。はい。なんという下手だなと思いながら演奏してましたが、聞いてみるとぴったり合ってました。まあ、クオンタイズのおかげです。次はいよいよ、ピアノロールの基本操作方法の説明です。では、ピアノロールですね。ピアノロールの説明をするには、ピアノのトラックを使って説明した方がわかりやすいので、こちらから説明しますね。これオルガンですけどね。まず、編集画面にします。これ編集画面ですね。で、どっかリージョン、まあ、ここでもいいし、ここでもいいですが、ダブルタップします。はい。そしたら、この中で、編集。これをタップして、はい。出てきましたね。これが、ピアノロールという画面です。ちょうど一番左の縦。これが、ピアノの鍵盤を縦にした、ものになってますね。ですから、上から、上の方に行けば行くほど、音が高く、下は低いと。もっと上にするためには、ここを、こうね。まあ、指でいいですけど、こうやれば高くなりますので、左端の鍵盤はいいでしょうかね。説明として、ここに数字が書いてありますね。5、5、6と、これが5小節目の1小節を表しています。で、その1小節の中に1、2、3、4つ縦線が書いてありますね。これは、四分音符、まあ1拍、2拍、3拍、4拍で1小節ですからね。まあ、四分音符になります。これをピンチして、こういうふうにやればやるほど、もちろん、この縦のライン、見えますかね？この縦のラインが小さくなりますが、これが
ですから4分音符が8分音符になったり16分音符になったり、最小で32音符までになりますが変えることができます。まあこのぐらいでいいですかね。ベースのトラックでやってみますね。これは先ほど入力したやつですので消します。で削除。ではこのベースのトラックのピアノロールを見るにはですね、まあここに新しくリージョンを作ることになりますから、この5小節目から入れたいんですけど、その場合このトラックの右の部分、何もないところをタップします。そうするとすべてを選択、編集と出てきますが、この編集をタップします。そうするとこういうふうにピアノロール画面が出てきます。で完了するとまた元に戻りますね。はい、もう一回やります。これはピアノのトラックと違って左側の縦の、鍵盤がベースのフレットになってますね。ですからどこがどうでどれがレか分かるようにここに D とか F とか書いてありますね。 G がそうですよね。で F と G の間、これが F シャープとか、G フラットになります。でその前にですね、じゃあベースの音は何を打ち込めばいいのかというと、一番簡単なのはコード記号で、例えば Gm7 とかね、Fm7 ってあったら、その根音、ルート音と言われる一番下の G、つまりソですね。ドレミで言うと、そのソの音を弾けばいいんですね。Fm7 だったら F のファ、ファ、これを入力すればいいわけです。コードってどういうものなのというのをね、学んでいけばコードの構成音は何かがね分かってきますし、その構成音を使って、音を打ち込んでいけばもっと完成度の高いものになると思います。でそれから次に打ち込むリズムですけども、8ビートの曲であればですね、だいたい先ほどねやりましたリズム、ターンタターンというリズムで弾けばいいと思うんですね。タップして打ち込んだ時のリズムですね。で音符で言うと、これは普天四分音符と8分音符、そして2分音符の塊です。音符ではこんな風になってます。ではイントロが終わる5小節目からベースを実際に打ち込んでいきます。こうつながって並んでます。で B フラット、最初の B フラット、これは C のフラットですから、 C のフラットというと B と A の間、これですね。で音の高さはどうですかね。これですと高いですよね。ということはこの音でいいですね。じゃあどういうふうに打ち込むんですかっていうと、今ここの部分、鉛筆のイラストアイコンがあるところをですとね、こう触っても何も出てきませんので、これを右にドラッグします。そうするとこれでもう入力画面になります。例えば先ほど、じゃあ C のフラット、ここですね、これをこの5小節目の先頭に打ち込みます。でここでタップします。指ですとなかなか難しいですが、はい、打ち込まれましたね。ちょうど打ち込まれたのはこの1小節の中の1/4、つまり四分音符の長さですね。で私先ほどリズムはターンタターンですから、普天四分音符ですから、この長さよりちょっと長い次のマスの真ん中辺まで持ってきます。じゃあどうやって調整するのかというと、このグリーンの四角を次のマス目の半分まで伸ばすにはどうするかというと、これ実は指でやるとね、とても難しいんですが、まあここの右側の方にちょっとこう置くと、今見えました、おっと見えましたよね、この縦の白い線、おっと、これが出てきたらこういうふうに伸ばしたり縮めたりすることができます。この右の白い線が出ないとダメですよ。だからこの辺まで持っていきましょう。あ、半分ってここですね。8分音符になったんで、8分音符と8分音符で4分音符、そして半分、まあ点4分音符ですね。
これで完了なんですが、これをもう一回タップしちゃうと消えますのでね。でもう一回やれば出てきます。あ、そしたら変なところに出てきちゃいましたね。さあ、そこで今度はこれを移動するにはどうするかというと、またこの指をここに置きます。今度は右じゃなくて左の方に置きます。そうすると左に今ラインが出ましたね。このラインが出たらこういうふうに動かせます。こっちにやって白い、こちらの白い線が出た時はこういうふうに伸ばしたり縮めたりする場合ですからね。ということでこれで B のフラットが書けました。で、あとタンタのタ、8分音符ですね。これをそうですね、まあ同じところに書きましょう、書きましょうか。はい、そうすると今度は同じ普天四分音符で書かれましたね。だからこれを直さなきゃいけません。こういう感じですね。で、次が F on A ですね。つまり A 分の F という分数コードですから、この場合はその分母の A、 ラをベースでは弾けばいいですね。ですからラは、ここですね、ここに置きます。はい、ということでもう分かったと思いますが、直前で、書いた長さと同じ長さのものが出てきますので、これを伸ばします。これで C、C、ラですね。じゃあちょっと聞いてみますね、というふうになりますよ。で、次は E フラット、B フラット、A 分の F ですね。ここですね。E フラットということは、ここですね。D と E の間です。これを打ち込みます。で、ここはここに打ち込めばいいですね。ここですね。はい。さあ、そうするとここでリージョンがもう一つ加わります。これリージョンが一小節ずつ加わってきますので、まあ最初は気にしないでください。さあ、そしたらこれも長さが今度は長すぎますので縮めます。こうですね。で、もう一つ8分音符で。はい、これだと長いんで縮めます。で、その次、ああこれはそうですね、 E フラ、 B フラ、 A 分の F となってますから、そうですね、 B フラ、次 B フラをここですね、 B フラ、はい、で、これは B フラと次が A 分の F があるんで、 B フラをじゃあここまで四分音符持ってきて、次はA 分の F、 また A をね持っていきましょうか。どうしよう。さあ、そしたら聞いてみましょう。というふうになるんですね。こういうふうに作っていけばいいですよということですね。長くなるんでこの辺にしておきますが、一応ちょっと説明としてですね、今これ書き込みモードの説明をしましたが、ここの鉛筆のアイコンをこちらに元に戻すとですね、今度はこれは編集モード、編集ができます。こうやっても打ち込みはできませんので、ここで音をこういうふうに変え、長さを変えたり、音をこういうふうに上下に移動することもできます。これが単なる編集モードですね。まあ、今回はですね、このようにちょっと長くなりましたんで、この辺で終わりますが、次回はいよいよマイクを使っての録音とエフェクトとイコライザーについてですね、まあ、ピアノロールの基本的事項をまたちょっとやりますけれども、ぜひ楽しみにしてください。では、さらばでござる。